ヤコポデ・バルバリは、イタリアの画家、版画家。ルネサンス期においてドイツ及び、ネーゲルラントの複数の宮廷を旅したことにより、特筆される、最初期の芸術家として特筆される。先例者ヨハネ、聖イ・アントニウスと、聖ボシ・パリ、ルーブル美術館バルバリの最も早い時期の現在、知られている作品は、1490年代後半の、 制作になると考えられる。このことから、この芸術家の少年は1460年から1470年の間ことであると推測される。伝統的に、バルバリの出生は1440年頃と考えられているが、これはバルバリの主人である、ネーデルラント総督のマルグリット・ドット・リッシュが、この芸術家の貧弱さと老齢を理由に年金を貸しするとの記述が存在する。 1512年の文書に関する誤った解釈の結果である。ベネツィアの長簿1500年、木版画、ベネツィア、コレール美術館バルバリはおそらく1490年代にベネツィアにおいてアルビーゼ・ビバリーニの下で修行時代を送った。バルバリの最初期の作品は長官構図で都市の景観を記録した巨大な規範がベネツィアの長簿である。12点のコピーがロンドンに 原版がベネツィアに現存する。この作品は、表現様式の点から高い改善性をもって、バルバリに帰属される。バルバリの版画の制作年代決定に関、現代の研究者たちは、バルバリ作品集の著者である、クリステラーの方法に準拠し、この芸術家の版画技法の展開を、年代を決定する際の手がかりとしている。従って、 バルバリの手になる29点の最初期の版画作品はおそらく彼がまだベネツィアに滞在していた間に制作されその中には名声の勝利とプリアポスエの犠牲が含まれるこれらの作品にはアンドレア・マンテーニャが使用した平行ハッチングの影響とともにアルブレヒト・デューラーにより採用されていたラタイ像を表現するために用いられる曲線によるモデリングの発展的理解を 確認することができるためである。死んだ記事のある、生物が1504年、ミュンヘイン美術館木版が、ベネツィアの長望は、アントン・コルプにより出版された。コルプは、ベネツィア在住のニュルンベルクの商人で、おそらく、バルバリをドイツにおける、この芸術家の最初の講演者となる神聖ローマ、皇帝マクシミリアン一世に紹介した。バルバリは1500年の4月に、 マクシミリアン一世の宮廷芸術家となり、ニュルンベルクに今日定めた。1503年までに、バルバリは、ザクセン選定校、フリードリヒ三世に仕えるようになり、ビッテンベルクに移動した。バルバリの現存する作品の多くは、このニュルンベルクとビッテンベルク滞在期間中に、制作されたと考えられる。先例者ヨハネ、聖イアントニウスと聖母子は、 アルビーゼ・ビバリーニの影響の名残が見られる、ベネツィア的な正解話とデューラーの同時代の作品の影響が確認される風景表現の複合体である。バルバリの3点の作品、祝福のキリスト、聖カテリーナと聖バルバラは、ビッテンベルクの画家ルーカス・クラ・ナッハのコレクション中に収められていた。バルバリの最も有名な絵画作品は、死んだ記事のある。 生物画であり。このトロンプルイユの作品はおそらく、ザクセン選帝公の宮殿の一つを飾るために描かれた。また、この遺体は、ルネサンス期の単独生物画として知られている最も初期の作品である。この、死んだ記事のある、生物画と同時代に制作されたと考えられる作品として、小さな遺体作品、ハイタカがある。 ニュルンベルクとビッテンベルク滞在中に制作された版画には、木陰で休む、聖母子のような伝統的な宗教主題の作品に、加え、バルバリと信仰のあった人文主義者のサークルや、大学教授のために作られたと推測される、アポロンとディアナや、サチュロスの一家のような神話主題の作品が含まれる。これらの版画作品において、バルバリはデューラーが、 同版画制作にあたって使用していた湾曲する線によるモデリング及び描画対象の質感再現を可能にするビュランによる荒い削り目を活用している。顔形と人物像に関するバルバリに特有の類型的表現の影響はルーカス・クラナッフ派、アルブレヒト・アルトドルファー、ハンス・フォンクルム・バッハ、そしてヤン・ホッサー・ールトのような同時代の芸術家たちの 初期の作品に認められる。一方で一部の研究者たちは、同時代のドイツにおいて、最も重要であった、芸術家、アルブレヒト・デューラーとの間に認められる、関係性に注目している。1506年に、友人の一人に宛てて、ベネツィアにおいて執筆した手紙の中で、デューラーは、幾分か見下すような調子を含ませながらも、バルバリの芸術家としての能力に言及している。 しかし1523年に作成された人体の均衡に関する理論者のための2点の序論総功の中では人体のプロポーションに関する研究に対してバルバリが興味関心を抱いていることを明らかに認識している。デューラーはまた1521年にメヒエレンにあるマルグリット・ドートリッシュの収集室を訪ねた際にバルバリによる絵画作品を賞賛している。 さらにバルバリの版画に見られる人物の類型とモチーフはデューラーの裸体像と神話主題の作品の中に再発見することが可能であり、これは特に1505年から1507年にかけて行われたデューラーの第二次イタリア旅行の間に制作された作品に顕著である。バルバリは1506年にはビッテンベルクを去ったように見受けられる。 バルバリーは1507年及び1508年に、メックレンブルクとブランデンブルクの宮廷で働き、その後ほどなくして、ネーデルラントに到達した。彼の最後の講演者は、ブルゴーニュのフィリップ、すなわち、フィリップ全領公の着難である、ユトレヒト司教、及び新聖ローマ皇帝マクシミリアン一世と、ブルゴーニュ女皇、マリーの長女であるマルグリット・ドートリッシュだった。 1516年7月17日付のマルグリットの絵画コレクションのカタログにおいてバルバリは死去したものとして言及されている。これら晩年の時期の絵画作品はほとんど残っていないが、しかしながらバルバリは版画家として画業を続けていたと推測される。画業の最終期におそらくネーデルラントで制作した作品群に属す版画においてバルバリはよりニューアで、 よりニュアンスに富んだモデリングの様式を発展させたが、それは、ルーカス・ファン・レーデンの版画作品の表現を先取りしていると評価することができる。これらの作品は、クレオパトラ、マルスとビーナス並びに、聖、セバスティアヌスを含んでおり、ジョバンニ・ベッリーニの強力な形式から受けた影響の跡を感じさせる。1508年から1509年の間に、 中老マ大使として、アルプスを南に越えた、ブルゴーニュのフィリップに従って、バルバリがイタリアに帰還していたということは、可能性としてあり得る。ありがとうございます。